立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。やっぱり低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った、吉川、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは高橋、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。セカンド取った。ツーアウトになりました。バッターは DH 中村。ツーアウトランナーありません。この回の高橋、4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った、岡本、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。そして松原が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。さあ、2球目は何か。打った、高く上がった、センターオーバー。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。インコース打ちました。いい当たり、切れていきます。ファウル、ワンストライクです。今のはよく見ましたね。アウトの際どいところ、わずかに外れました。次が3球目。打った、破りました。センター前、センターの前、あっという間にセンター前へ。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁1塁。打席には3番バッター小笠原。さあ、しっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあ、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。ここは少なくとも犠牲フライ。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ホームに送球。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。この球は来るのが分かっていても手が出ません。次が2球目。打ちました。痛烈、入れました。ワンボール、ツーストライクです。インサイド落ちました。ワンバウンド、ヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホーム。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは初球はストライク、ストレートが決まっています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。2球目は何で来るか。バッターの高橋、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。ああ、そうですか。今のはバッターよく見ましたよね。膝元、変化球がわずかに外れています。4球目は何で来るか。ああ、よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、まあ、次のボールは見ていくタイプと。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。バッターボックスは8番丸。ツーアウトになっています。ビシエド、一塁アウトで3アウトチェンジです。2回表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターは4番ビシエド。ジャイアンツリードで迎える中盤です。初球は何で来るか。いいコースに決まりましたね。はい、変化球が決まっています。
ボールになります。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。ツーボールツーストライク追い込んでいます。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番ハウエ高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、いや素晴らしい球ですよね。はい、変化球が決まっています。低めの変化球は決まりません。これが4球目、入りました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。まあ次のボールが勝負ですね。引っ張った、取った、一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは6番木下、2アウトランナーありません。まず何を投げてくるか、引っ張った、サード取った、一塁へ、一塁アウトでリーアウトチェンジです。2回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターは9番に入っている吉川。ジャイアンツリードで迎える中盤の攻撃、インサイド押しました、ファウルになります。インサイド押しました、これもファウル。またファウル。さあ4球目は何か、引っ張った、ファーストの左抜けました。先頭バッター出ました、ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って松原。いやさっきのツーベースも見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスには代打の江藤。ヒットで引っ張った、これはサードライナー。バッターボックス坂本、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。インサイド落ちました、ファウルになります。これが2球目、引っ張った、サード取った、送球する、アウト、2アウト。さあそして打席には小笠原が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですね。さあまず1球目、インサイド打ち上げました、センターに打球伸びる、ここはフライになっています。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。試合は最終回まで来ました。7番から始まるドラゴンズの攻撃、バッターは阿部。ジャイアンツリードで迎える最終回です。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。低めの変化球です。いいコースだったんですけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボールになります。アウトコース打ちました、ショートが取る、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックス岡林、高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打のマルティネス。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待しているでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。いいところへ決めてきます。ストライクです。引っ張った、岡本、一塁送球ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている京田。ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の石川。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ヒットになった、ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、外れてますか。膝元変化球がわずかに外れています。ボール先行です。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには高橋が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから。ピンチは外の球打った、セカンドが抑えた、アウト。